メジャーリーグ、意味不明の大乱闘が発生する。映像は固定コメント欄からご覧ください。日本もこれくらいやらなあきませんよ。ラミレスが怒る理由わからんのだけど。乱闘の意味がわからん。タッチの仕方が気に食わんかったんやろか。見た感じ普通や。ファイテブポーズ取る瞬間はかっこいい。おけつ触られて嫌だったんだろうよ。2回目の乱闘起きたのなんでや。ホセラミってあの顔でキレやすいんか。正々堂々としてて偉い。じゃあそこの2人試合決定で。案内すらする方が悪いやろ。すかさずファイティングポーズ取るあたりはプロ野球じゃまず見られんな。流れるようにファイティングポーズ取ってて草。自分の体一つで何十億稼ごうってやつがような殴り合いとかしようと思うな。なんでこのドレッド怒ってるの。過去に因縁があったとかか。乱闘するほどかこれ短期すぎやろ。ホセラミとかいう顔のせいで過小評価選手主義だから日本人が目指すべきなのに。デコタッチやないの。なんかデコを指さして触られて黒人も怒ってる。まずファイティングポーズしっかりとるが、チカンがアメリカっぽくてええね。しばらく出れないようにカーフキック叩き込めばいいのに。ご視聴ありがとうございました。